皆さんこんにちは。ワンニャンドームワンだらけに引き続き、今回はワンマル。ワンちゃんのイベント本当に多くなりましたよね。ベリー、今日も素敵なお友達ができるといいね。決まってる。ありがとう。ついてすぐにベリーに声をかけてくださった方が見えました。落ち着いてる。家の中では全然違いますから。あ、そうなの。ママさん、楽しくお話しさせていただいてありがとうございました。ベリー、こういうところではお利口さんにしてくれるから助かるわ。パパ暑いみたいで上着を車に置きに戻りました。ベリー、そんなに心配しなくてもすぐ戻ってくるから。はい、や、そんなに嬉しいの、ベリー。さあ行くよ。こんにちは。あ、立ってくれた。こちらのイベントは入場料が無料。しかも明日のお天気予報は雨。そのせいか今日はたくさんの人でにぎわっています。撮影ブースみんな並んでる。あ、ワンだらけでも見かけたワンちゃんの写真屋さんもありました。あら、寒がすぎた。大丈夫？上着持って歩けばよかったね。わあ、かわいい子がいるよ、ベリー。気になるね。コーヒー飲みたいって思ってるうちに順番が来た。なかなかお座りしてくれなかったから抱っこして撮影しました。これって撮影スポットなの？入り口付近で撮影をしていた時のことです。ベリーちゃん、まさかの。すぐ発見して。すごいですね。ベリーちゃん、よくわかりましたね。ちょうど1週間前にあのカフェで初めてお会いしたペーペちゃんのパパさんがベリーを見つけてくださったんです。あ、いいね、いいね。すごいね、よく気づいたね。すごいですね。ベリーちゃん、怖い。嬉しい、嬉しいです。ペーペちゃんのパパさんは迷彩マニアのうちのパパの姿を見て瞬時に気がつかれたそうです。ベリーちゃん、頭もこもらない。ペーペちゃんのパパさんとママさん、これからも仲良くしてくださいね。グルメコーナーを歩いていたら、とっても可愛らしいトイプードルのママさんとお嬢さんが声をかけてくださいました。ココちゃんとハナちゃんです。あ、ありがとうございます。一緒に撮っていいですか？ご挨拶がしたくて。ベリー、いつまでご挨拶してるの？ココちゃんとハナちゃん、かわいい。うわー、ベリーどうした？大丈夫か？ココちゃん、ハナちゃん、ママさん、お嬢さん、ベリーと遊んでくれてありがとうございました。お洋服やグッズ、いろんなお店がいっぱい。さっき会った子がいるよ。ヴィトンの服着てる。お帽子似合ってるよ。うわぁ、最高の笑顔、ありがとう。かわいいマスコットがいっぱい。あ、このお店、ワンだらけでも見た見た。いろんなお店があるんだね。かわいい。あれ、ココちゃんだ。また会ったね。ワンだらけで迷ったプレート発見。作ってもらう？チャンネル名だけのシンプルなものですが、今回はオーダーしました。通常のオーダーは1ヶ月ぐらいかかるそうですが、今注文殺到でもっとかかるかも。楽しみ。ベリー、こんにちはだよ。ベリーは情報収集が大事なんだね。
パパさんママさんありがとうございました。次はベリーだよ。ベリーこっち見て。あ、ベリーちゃんそろそろ戻ろっか。ベリーのおやつ買ってあげよう。お魚ビッケとごまビッケも良さそう。煮クッキーだって、これもいいね。低脂肪高タンパク、人気ナンバーワンは外せないよね。ベリーのおやつのお会計を済ませた時のことです。皆さん、この可愛らしいアイドルたちを覚えていらっしゃいますでしょうか。今日はママさん、ご実家のハルちゃんと来られたそうです。さっき、顔姿を見て。そうなんです、今日はいらっしゃらないって伺ってたので、似てる方がいるよって話してたんです。だから、お会いできて嬉しかったです。今度はエマちゃんにも会いたいな。ママさん、今日はありがとうございました。ところで皆さん、もうお気づきの方いらっしゃるかも。いいの買ってもらったね。うちもエルがいいわ。これが見れると思わなかった。そうなんですよ、うちのエル出たんだって。実はつい最近、エイプからエアバギーが発売されたんです。私はビームスで十分だったんですけど、なんせパパは迷彩マニア。しかも若い頃エイプが好きだったみたいで、必死に組み立ててました。そして我が家には2台のエアバギーが並ぶことに。何やっとるの。ベリーにとっては全く違いはわからないでしょうね。こういうわけで、これからはこのどちらかで撮影していきたいと思います。こんなベリーとパパですが、もし見かけたら気軽に声をかけていただけると嬉しいです。以前お会いした方に会えたり、新しい出会いがあったり、今まで知らなかったお店でグッズやフードの新しい発見があったり、今回初めて参加したワンマルですが、とっても楽しい時間を過ごすことができました。ベリー、みんなに感謝だね。